クフルの DIY。 皆さんこんにちは、アイクフルです。今日は一つお知らせがあります。この度アイクフルのホームページブログができました。わー、作ると言ってからしばらく間が空いてしまいました。いろんなアメブロとかライブドアブログとかノートとかいろんなのを試したんですけど、やっぱり自分でデザインして作りたいなっていう風になって、ワードプレスというやり方、はい、でやってみました。皆さんコメントアドバイスいただいた方ありがとうございました。では早速ですね、このホームページの方、ホームページブログどっちって言っていいか分かんないです、ブログですね、ブログの方を見ていきたいと思います。 URL は概要欄に載せておくのでぜひご覧ください。はい、でこんな感じの画面になります。するとまずトップにこういう感じでヘッダーっていうんですかっていうのがあります。でアイクフルの説明があって、 YouTube とか各 SNS へのリンクこちらに貼ってあります。で記事がドヤーっとあります。動画に紐づいてるものもあれば、私がこんな感じでですね、私の収集遍歴についてちょっと書いてある記事があったりとかしますので、いろんな記事書いていきたいと思いますのでぜひ見てみてください。ポイントとしてはこのメニュー画面を押すと、じゃーん、ここメッセージが入れられるようになっているのと、こんな感じでジャンルいろいろあるので、まだ全然記事少ないのでジャンルないところもあるんですけど、記事をどんどん足していければというふうに思っています。この辺もねちょっとこだわりです。で一番のポイントはこちら、このランダムボタンっていうのがあるんですけど、ランダムっていうのを押すと、じゃーん、アイクフルの収集遍歴についての記事があって、もう一回押すと、じゃーん、自己紹介の記事になります。そうなんです、このランダムっていうのが順番に読まなくても適当にランダムってタピオカ好きで作ってみた、タピオカのこの間の作ったやつですね、作ったやつとかになります。ランダムボタンはかなりこの仕組み的に難しかったらしくてですね、ちなみにこれ私自分で作ってなくて、石川さんというお知り合いの方に作ってもらいました。石川さんありがとうございます。はい、このランダムボタンっていうのはどうしても作りたくて、これが他のブログとかノートとかではできない機能だったので、これをどうしてもつけたくてこの形式にしています。アイクフル、はい、 YouTube では言わないこととか補足とか普段の生活とか、ちょっとこの辺をインスタグラム、ツイッターでもつぶやきますが、あのブログの方でもやっていきますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ホームページアドレスはあやくふる .com で検索してみてください。概要欄にリンクも貼っておきますので、そちらからもご覧いただけます。ということで今日は簡単ですがブログ、ホームページを始めたお話でした。また DIY や文具などやっていきたいと思いますので、コメント欄にコメント、リクエストお待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。